はい、こんにちは。意地悪クイズでもなく、ごく普通の数学の問題として出したつもりです。まあ、ただ、おかしいですよね。循環小数 0.252525 が3分の1なわけないですよね。っていうのは、それは、十進法だからであって、十進法だったら、0.252525 ってのは循環小数を分数に直すには、まあ、循環節が2個だったら、100倍して 100x を 25.2525 と。で、元の数を x イコール0.2525と。で、まあ、引き算して 99x が25だから、x は99分の25じゃないじゃんっていうのは、それは、これが十進法じゃないからだということで、十進法じゃなく、じゃあ何進法なのかと言ったときに、何進法だろうと、ここまでは話同じなんですよ。N 進法でおいて。ただ、N 進法これ、100って発音すると、まあ、怒られちゃう。まあ、100って発音しちゃいけないらしいんですけども、でもどうなんですかね。人類、まあ、大体どんな文明でも、五進法、混じり十進法とかありますけども、まあ、なんだか、ただ、ニューギニアのどっかの部族では、未だに27進法が使われてるとか、いうような話聞いたことありますが、まあ原則やっぱ指が片手指5本なんで、まあローマ数字なんかはやっぱり 5進法混じりの10進法ですね。1、2、3ときて、まあ5で塊ですよと。まあ4は4本っていう表記もあるのかもしれないですけど、まあ5の手前で、まあ10になったらまた別の記号と。まあ5が2個っていう意味で、まあでも原則やはり、まあどんな文明でも人類普通に10進法を使ってますと。指が5本だからと。で、その十進法の10っていうこの数字っていうのは、指がいっぱいになりましたっていう印ですよね。それに対して10という音を与えてるわけですよ。で、じゃあ、まあ、別の世界だったら、まあ、例えばバルタン星だったらと。バルタン星だったら、もう人間目線から言えば、彼らはきっと四進法を使ってるっていうふうに言うんでしょうけども、四進法なんていう表現は、まあ、そもそも人類の思い上がった言い方であって、バルタン星人からすれば、我こそが真の十進法であると。1、2、3。これだから。我の世界には4なんて数字は知らんと。1、2、3。で、バルタン星語でこれに何か音があるわけです、きっとね。で、その音を日本語に訳したときに、まあ、じゃあ10という音を与えれば、まあ別にこれを、またその、それが、また同じ10個集まったのを、バルタン星では、まあ、日本でいう、ていうか地球でいう16のことを、バルタン星ではこう表記する。で、これ今なんかきっとバルタン星の音があると。で、それを日本語に訳したときに音として、まあ何か与えるなら100と与えといていいんじゃないのと。まあ例えばパンダさん、この間シャンシャン帰っちゃいましたけど、パンダがあと数年して数字を使うようになったら、きっと彼らは14進法を使うんでしょう。パンダには7本指がある。ただ、この2つの指は、折れないんで指折り数えたりはしないかもしれないですけど、まあ指が7本あれば普通は14進法を使うでしょうと。そうすると彼らは9の後に今なんか新しい文字を置くんでしょうと。で、そしたらまあじゃあ分かんないからこう来て10、11、12、13、ここでやっとこう来るわけですよね。パンダ語のこれを日本語に訳した時に、まあ音として10という音を与えるなら、まあ N 進法においてこれを100と。でもまあ言いやすいんで、100って言いづらいから、まあ100、まあじゃあ紛らわしくなくなったらこれは100じゃなく N の2乗ですと。 N 進法だったらという話、まあ要するにこうすればもう全てがすっきりと。 N 進法何進法か分かんないんで、まあ100倍するのは N の2乗倍すると。で、何進法だろうと N 倍すれば小数点がずれると、1個で。 N の2乗倍すれば小数点は2個ずれるんで、右辺はこのままでいいと。そして引き算すると、n の2乗マイナス1、x が、まあ20。で、しかも、ただしこれは、やはりあくまで n 進法の世界の話なんで、十進法の25じゃないですと。なんでこれは、2n プラス5とちゃんと表現しておけば、じゃあ結局この方程式、x は n の2乗を引く1分の 2n プラス5ですと。で、それが、一桁の数は、これはもう何進法だろうと、3は3ですと。で、3進法の世界には3はないんで。
もしも三振ほどったらこれは3と表現されずに、まあ、10となってるはずなんで、この N 進法は、3よりでかい、3以上ですと。なんで、バラはもう何進法だろうと3。なんでこれはもうそのまま3分の1と。そしたらあとはタスキにかけて、N2 乗マイナス1イコール 6N プラス15なんで、N2 乗マイナス 6N マイナス16が0だから、N-8、N たす2が0なんで、N は8だから、これは8進法の世界なんだというふうに、まあ、1個で特定できちゃうんで、これはまあ、単なる、この推測が正しいかどうかの確認というだけですと。で、じゃあ、下のこの2番目、じゃあ本当に8進法の世界なのかっていうのを確認すると、やはり同じく、まあ、100じゃなく、じゃあ、N の2乗 X が、16.1616 で X が 0.1616 で、やはり同じく N の2乗マイナス 1X が16ってのは N たす6ですよね。なんで X は N 2乗マイナス1分の N たす6で、これ2桁なんで、これあくまで N 進法の世界での話なんで、11は N たす1ですと。分の2と。じゃあ、たすきにかけて、じゃこっち先行こうかな。N2 乗、あ、こっちの方がいいや。2N2 乗マイナス2が、N2 乗プラス 7N プラス6と。なんで、N2 乗マイナス 7N、マイナス8が0なんで N-8、 N たす1が0だから N が8で、まあやっぱり発進法の世界でしたと。じゃあ発進法の世界で 0.777777 は、それは1ですよねというのは、まあ 0.99999 が1なのを、もう納得いかない人は多分一生納得いかないんで、まあここではまあ別にちゃんと今と同じように x イコール 0.7777 で 10x イコール 7.777 と。で、これ今発進法の世界なんで、発進法の世界では 10-1 は7ですと。7x イコール7なんで x は1ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロウさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。